アルファロメオチームとアキーレ・バルツィアキーレ・バルツィはイタリアのレーシングドライバー。戦前のグランプリで数多くの勝利を挙げたことで知られる。アキーレ・バルツィ、またはアキッレ・バルツィと表記されることもある。バルツィはノバーラ県のガッディアーテに裕福な製麺業者の息子として生まれた。1928年に四輪レースに転校する以前、バルツィはガレリア DOT。 サンビームのバイクレーサーとして成功したキャリアを築いており、マンシマ TT に1924年から7度に渡って出場した記録がある。1928年以降の10年間、バルツィはタツヨネボラリアルドルフからツヨラ、ベルントローゼマイヤーなどと熾烈な争いを繰り広げることになる。バルツィがドライブした最初のレーシングカーはブガッティタイプ35だったが、すぐに アルファロメオのマシンに乗り換えた。1929年のイタリアのレースシーンで、バルツィは多くの勝利を挙げた。1930年には当時進行のメーカーだったマセラティからレースカーを託され、アルファとマセラティをドライブして勝利を積み上げたバルツィは、1930年のイタリア選手権のチャンピオンになった。ルイシロンを逆転していた1930年たるが、 フローリオでの勝利はバルチのキャリアでも最高のものの一つだった。他方、1933年トリポリグランプリでの勝利は八王朝が行われたという疑惑の中でのものであり、この件でバルチは批判の矢表に立たされた。1934年のグランプリシーズンでアルファロメオ P3 をドライブしたバルチは6つのグランプリに勝利し、タルガ・フローリオとミレーメディアを同年に制した。 史上初のドライバーとなった。エンツ・オフェラーリによるマネジメントのもとで、アルファロメオチームは高い競争力を保っていたが、バルツィはアルファロメオに見切りをつけ、1935年にアウトウニオンに移籍した。アウトウニオンには1937年まで在籍したが、この時期のバルツィは私生活に深刻な問題を抱えていた。慢性的なモルヒネ中毒と同僚。 パウル・ピーチュの妻イル・ゼ・ピーチュとのスキャンダルは、バルチのパフォーマンスに悪影響を及ぼした。アウト・ウィニオンで、ベルント・ローゼマイヤーの後陣を排したバルチは4勝を挙げるにとどまったが、トリポリでの3回目の勝利は3つの異なるメーカーで、成し遂げたものとなった。バルチのライバルの一人であり、ヨーロッパ選手権で3度チャンピオンとなったルドルフ・カラツヨラは、アウト・ウィニオンの高難度な操縦をマスターした。 ドライバーはバルツとローゼマイヤーの二人だけであったと語っている。1938年、バルツはレース界から姿を消したが、間もなく勃発した第二次世界大戦が、ヨーロッパのレーシング自体の終焉をもたらした。戦争中、バルツはモルヒネ中毒を克服することに成功し、ノーマコロンボと二度目の結婚をして落ち着いた生活を送った。 戦争が終わると、バルツィは42歳にして、レースの世界にカムバックし、関係者を驚かせた。バルツィは1946年のインディ500にマセラティで出走したが、予選突破はならなかった。1947年には3つのローカルなグランプリに勝利し、ブエノスアイレスグランプリに参加するためアルゼンチンにも渡った。1 9 4八年スイスグランプリの 練習走行セッションは小雨の中で行われていた。バルツのアルファロメオ158はブレムガルテンサーキットの濡れた路面でコントロールを失いバリアに接触して横転した。バルツは車体に押し潰され命を落とした。その後彼は故郷に埋葬された。モータースポーツジャーナリストジョルジオ・テ・ルッチの1991年の著書アキーレ・バルツィの一章によると バルツィは、その生涯で139レースに出走し、33のレースに優勝した。主な勝利を一家に挙げる。バルツィの死は FIA が、ドライバーのクラッシュヘルメットの装着を義務化する契機となった。この事故の発生までは任意であり、義務ではなかった1950年の F1、世界選手権にはスクーデリア・アキーレ・バルツィというチームが参戦した。このチームでは、 フロイラン・ゴンザレスやネッロ・パガーニがマセラティ4、CLT をドライブした。2004年6月5日、イタリア郵便局は、バルチの業績を記念した切手を発行した。バルチの親類で、同性同盟のアキーレ・バルチは、コロンビア大学で哲学の教授を務めている。ありがとうございます。